はい、どうも。メガネをかけました、ポテンシャル商売でございます。ただいまも11時、休日のね、11時でございます。うわー、暑かった。先ほどまで10時半ぐらいから、40分ぐらいから、2、30分、立ち飲みライブをいたしまして、そこで晩酌を少々行って、お酒を2本飲んで、気持ちが良か、パテモソデスバイでございます。で、そちらの時にですね、私はちょっと炭水化物が食いてって言ってね、おしゃーめしというのはね、これとね、トマトスープのやつがあったんで、どっちが食ったらいいかなっていうことで、もう、満場一致で、トムヤムくんになりましたんで、トムヤムくんを食べます。はい。時間としてはもう、ただいま11時なんですけど、こいつはもう5分ぐらい経ったんかな。ちょっと見よっか。ああ、疲れたなー。なんかね、大掛かりな DIY がね、終わったんですけど、終わったつもりになってたんですけど、ベッドを本日購入してきまして、安くでね、そいつをね、改造し始めたらね、ほんと偉いことに時間かかっちゃってて、ね、まあ、詳しくは、またもね、今度の日曜日ぐらいにでも公開する。今度の日曜日で元旦？元旦ですか？元旦？ギャンキャノン？大晦日かな？31日？今度の日曜日って。日曜日でいつなの？これな、トムヤムペーストがね、これ後から乗せろって書いてある。汚れてるな。これ明日ゴミ捨てないし。よいしょ！うわぁ、もう手にいっぱいついてる。やだ、もう、わぁい！このペーストの袋だけ落ちちゃう。さあ、一番落ちんでいいやつ落ちたわ。さあ、わーわー言うてますけども。じゃあ、いただきます。皆さん、食べました？おしゃーめし。未だに売ってんのかな？消費期限がね、まあまあ近づいてきてる。2月ぐらいまでね。なんか書いてあったっけ？スープご飯。なんかハッシュタグ書いてある。ほっと一息。しみるようごちそうさまでした、飯好きさんとつながりたい。誰がそんなハッシュタグ入れんだよ、バカじゃねえのかよ本当に。俺ハッシュタグなんかまず入れねえも言うほどな。約1個分のお米入り、おにぎり1個分のお米入りやって、この一食で満たされる。ほんまかよお前。辛さは2ですわ、レベル2。マジかよお前。これ満たされると、パクチーがフォア、ココナッツが牛、新酸、辛酸っぱスープにキュン。なるかそんなもん、お前。アホか、お前。しょうもないこと書いとるで、これな。そんな、お前。何を言うとんねん、こいつ。気持ち悪いわ。いただきます。書いたいね、これ。いただきますね。あ、ココナツ効いとんな。トムヤムくんヌードルのうまいな。え、トムヤムくんってこんなココナッツ効いてたっけ。あ、でもうまいな。これレモングラスの味やったっけ、この、なんかこの柑橘っぽいのって。パクチーもういっぱい買いるし、分からへん。美味しいですよ、うん、ココナッツ強すぎんだけど、ココナッツめっちゃ出しゃばるやん。いや本当だけど、もう終わっちゃうね今年。そうね、まあ今日っていうのはこれは明日の夜なんですよ。今日の俺は月曜日の俺やけど、見てるみんなは火曜日の君たちじゃないですか。夜ね、夜やと思うけど、多分月曜日の俺が言ってるんですよ。終わっちゃうしさ。でもここに来てラストスパートかかってるんですよ、我が家。今日ね、ガス屋さんがね、ガスの準備してくれました。
売れっぴ。次は水道が通った時にお湯が出るかどうかのテストをして OK です。うん、でお湯が出た時にどうのこうのって言ってたから、いや私はもうあの社長に任せてるんでと、工務店の同級生でした。社長と段取りしても適当にやってくださいと。タイミングとかあるんですか。いやないです、最短ですわかりましたって言ってた、うん、最短でお願いしますと、うん、最近はやっぱうちがね都市ガスじゃないからさ、田舎やからプロパンなんですよ。だからかやっぱりねゴールデン化の家庭も増えてきてるしさ、やっぱガス屋さんで大変だから、プロパンガス屋さん社長はね、そこのところでガス、あのプロパンガス契約してやってくれへんかって言ったから、いやもういいよ任せるわっつって、うん、そう言ってねそう言ってね任せました。だから気のいいおっちゃんでしたよ、うん、好き好き、人柄的に好きな人がいいな、うん、味で言うとね、これ味で言うと、まあ、10点満中5点、うん、好き嫌い分かれます。俺はまあまあ好きです、でもリピはしないっていう、そんな感じ、うん、食べて損したかなと思う感じと思わない、そんな感じです。よし、というわけでこの後ね、あーコーヒー飲みたいからな、昨日ケーキ食えへんかったからさ、ちょっとしたケーキでスイートバウムクーヘンキャラメルです。これこの後食べたいと思いますね。まあまた別動画でねお会いいたしましょう。親指ほんとカサカサしちゃうよね。はい、というわけでパテモソ協会おしゃめしトムヤムキーンを食べました。ありがとうございました。月曜日のパテモソ協会でございました。というわけで火曜日の皆様ごきげんよう。また後ほどスイーツ食べます。ほな。